7月17日のリビングライフの時間です。私はウェスリアンホリネス教団の玉川キリスト中央教会牧師本間と申します。今日は使徒の働きの17章1節から15節の御言葉を読んでまいりましょう。使徒の働き17章1節から15節。彼らはアムピポリスとアポロニアを通ってテサロニケへ行った。そこにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつもしているように街道に入って行って3つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じた。そしてキリストは苦しみを受け死者の中からよみがえらなければならないことを説明し、また論証して、私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのですと言った。彼らのうちの幾人かはよく分かってパウロとシラスに従った。また他に神を敬うギリシア人が大勢おり、貴婦人たちも少なくなかった。ところが妬みに駆られたユダヤ人は町のならず者を駆り集め、暴動を起こして町を騒がせ、またヤソンの家を襲い、二人を人々の前に引き出そうとして探した。しかし見つからないので、ヤソンと兄弟たちの幾人かを町の役人たちのところへ引っ張っていき、大声でこう言った。世界中を騒がせてきた者たちがここにも入り込んでいます。それをヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆イエスという別の王がいると言ってカイザルの詔勅に背く行いをしているのです。こうしてそれを聞いた群衆と町の役人たちとを不安に陥れた。彼らはヤソンとその他の者たちから保証金を取った上で釈放した。兄弟たちはすぐさま夜のうちにパウロとシラスをベレヤへ送り出した。二人はそこに着くとユダヤ人の街道に入っていった。ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。そのため彼らのうちの多くの者が信仰に入った。その中にはギリシアの貴婦人や男子も少なくなかった。ところがテサロニケのユダヤ人たちはパウロがベレヤでも神の言葉を伝えていることを知り、ここにもやってきて群衆を先導して騒ぎを起こした。そこで兄弟たちは直ちにパウロを送り出して海辺まで行かせたが、シラスとテモテはベレヤに踏みとどまった。パウロを案内した人たちは彼をアテネまで連れて行った。そしてシラスとテモテに一刻も早く来るようにという命令を受けて帰っていった。忙しい現代に生きる私たち、信仰に生きるお互いにとってもさまざまな戦いがあると思いますけれども、一つの大きな戦いは、それは一日の生活の中で主の前に静まる時を持つ、具体的にそれを何分かでも持つ、ディボーションの時間を持つということの時間を確保するという戦いがあると思います。私たちは本当に忙しく、また余裕のない時間の中で生活しているのではないでしょうか。ディボーションの重要さを分かっている、毎日祈って、そして神様の御言葉に養われていきたい、そういう思いを持ちながらも、しかしそれは本当に自分自身のスケジュールの中で
時間を割いていくことなので、つい他からの要求、仕事でこうだとか家のことでああだとか、そういうことの中でついつい後回しになり、夜にやろうと思ったら疲れてできなかった、そのようなことの中で何日もディボーションの時間を持ててない、そんなふうに思ってしまうことがあるかもしれません。今日久しぶりにリビングライフ見たと、そのように思っていらっしゃる方もいるかもしれませんね。私たちは毎日食事をしなければならないのと同じように、毎日御言葉の糧をいただかなければならないと思います。信仰は貯めることができません。1週間分ディボーションしたらこの先1週間はしなくても大丈夫だということは残念ながらないのであります。そして何とか毎日その時間を確保しよう、そうやって毎日毎日習慣としてそれをなさっていることは非常に尊いことでありますし、それは必ず意味のあることでありましょうけれども、しかしもしかしたら本当にその時間を何とかということの中でただ読んだだけ、そのような思いの中であまり心に響かないなという、ちょっと不祥事な気持ちを抱えながら一日を過ごすということもあるかもしれません。私たちが聖書を読む、もちろん読むことによって何か聖書の知識というものも少しは蓄えられるかもしれませんけれども、しかしそれは知識を蓄えるということよりもそれ以上に、今生きて働いておられ、私たちの人生に関心を持って導こうとしておられる主の御声をそこから聞くということですね。個人的な神様の語りかけを聞こうとしていくという、やはりその思い、その祈りというものが不可欠でありましょう。使徒パウロが伝道の働きを進めていく中で、まちまちでまず最初にユダヤ人の街道で御言葉を述べ伝えたと使徒の働きは記しています。今日も2節でパウロはいつもしているように街道に入っていって、3つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じたと。聖書に基づいて論じたわけです。みんな聖書を知っている、聖書を土台として話すことができる、そういう人々に向かって語ったわけです。3節、そしてキリストは苦しみを受け死者の中からよみがえらなければならないことを説明し、また論証して、私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのですと言った。彼らのうちの幾人かはよく分かってパウロとシラスに従った。また他に神を敬うギリシャ人が大勢おり、貴婦人たちも少なかった。ところが妬みに駆られたユダヤ人は町のならず者を駆り集め、暴動を起こして町を騒がせと。聖書に基づいて、聖書を土台としてお互い話そうという中で、しかしパウロのメッセージに心を開く者がおり、また心を開かない者がいたということであります。妬みに駆られたユダヤ人、おそらく聖書に心を開こうというよりも、パウロの言っていることはけしからん、間違っている、その思いが強いあまりに神様の導きに心が開かれなかったのではないでしょうか。7節に、それをヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆イエスという別の王がいると言って、カイザルの詔勅に背く行いをしているのですと言って、決してパウロが本当に言おうとしていることではないことを強調して、とにかく否定しようとしているわけですね。そこでは働きをすることができなくなって、パウロは今度はベレアという町に移っていきます。11節に、ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べたと。良い人たちと書いてありますけれども、これは本当に聖霊の導きに心を開き、とにかく神様の言葉であるならばとパウロの言葉を一生懸命聞こうとした。調べたということですから、パウロが言っているのが本当に正しいか、とにかく聖書に聞こうと、
当時の聖書といえばそれは私たちの言う旧約聖書のことですけれども、そこで書かれていることがパウロのメッセージと確かに合っているかどうかということを一生懸命読んだのでありましょう。そこにはもちろん知識的なこともあったでありましょうけれども、しかし神様が言われること、そのことを受け止めようとしたに違いありません。ですから彼らの心は聖霊によって開かれ、そして多くのものが信仰に入ったと記されています。私たちもそのように日々の生活の中で聖書を読むということはとても大事です。また教会の礼拝に出て御言葉を聞くということもとても大事です。しかしその時に私たちが本当に神様に心を開いて、そして神様が私に語れることは何だろうかと、そのような思いで御言葉を聞く、その時に開かれた心に神様が語られる、その時間を毎日確保していくのは本当に戦いだと思います。でもそこに私たちの喜びがあり、力があり、平安があるのではないでしょうか。今日の黙想エッセイに、アフリカでの宣教の働きを終えて韓国に帰国された先生がある集会で携帯電話の電源を切って御言葉に集中するようにと言われたというエピソードが載せられています。ちょっとドキッとしました。私もかつてある集会に出ていて、もう10年ぐらい前ですけれども、横にいた人がずっとタブレットをいじっているのを見て非常に嫌な思いをしたことを覚えておりますが、しかし今や自分もスマートフォンを持っていて、集会中にメールが入ったとなるとついチェックしてしまう、したくなるという自分自身を思います。集会中にメールを見るということが全部悪いかどうかは分かりませんけれども、しかし私たちが本当に神様の前に心を開いて御言葉を聞こうとしているのかということを思うときに非常に問われるものがありました。私たちは神様の御声を聞こう、神様のおっしゃることを聞こう、説教、御言葉の解き明かしというものも、そこに語る牧師、説教者、人間がいます。その人間の話を聞こうということではなくて、その取り次ぐ人を媒介として神様が語ることを聞こう。私たちがそのように思うときに、また御言葉の前に出るときの態度もですね、変えられていくのではないかなと、私自身も反省の思いを持って思わされております。お祈りを捧げます。愛する天のお父様、あなたは常に生きておられ、そして御言葉を通して多くのことを私たちに語ろうとしておられます。いつでも語ろうとして待っておられることを覚えます。その主の前に喜んで進み出るものとならしてください。そしてあなたが語られるにふさわしく、本当に聞くべき態度を持ってあなたの御前に進み出るものとならしてください。日々あなたが語られる御言葉によって養われる喜びを与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。